劉博文君はい、委員長、えー。立憲民主党の劉博文です、えー、立憲民主党は令和のリクルート義国とも言うべき今回の自民党派閥の裏金事件を受け岡田克也幹事長を本部長とする政治改革実行本部を立ち上げ本気の政治改革実現に向けて議論を進めてまいりました自民党派閥の裏金事件そしてこの問題についての自民党の対応は国民の政治に対する信頼を 根本から失わせる深刻な事態を招いていてますもはや自民党だけの問題ではなくて、日本の政治そのものの危機であるといい、強い危機感を持って対応しなければならないという観点で、私たちの改革、提案を申し上げます。政治に対する信頼を取り戻すために、重要なことは、まずは裏金を受け取りながら、今回立憲に至らなかった政治家や派閥の幹部が、 説明責任を果たすすことですいかに法律改正、制度改革に取り組んでも、今回のように決められた法律さえも守らず、さらに証拠隠滅まで平然と行われるようでは何の意味もありません。関係者が明確な説明責任を果たすとともに、政治責任を取ることが必要であることを改めて強調しておきたいと思います。組織ぐるみの裏金づくりは、政治資金規正法上の不記載という犯罪であるとともに、 所得税の脱税にほかなりません。今回の裏金問題は、断じて許されるものではなく、自民党によるお手盛りの甘い処分での幕引きは許されません。本委員会においても、徹底した真相究明と責任追及を求めてまいります。さて、政治資金規正法は、政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くことで、公正さを確保する狙いがあります。これまでに大きな政治腐敗、 汚職事件ををに何度か改正を重ねていますがそれでも抜けけ道だらけの法制度改革にあたっては、何よりも国民の皆さんの政治全体に対する不信を払拭し、信頼を回復できるものとなるのかが重要であると考えます。そのためには、今回の裏金事件を徹底検証し、さらには予算委員会等で明らかになった、いわゆる岸田方式や、 茂木方式等のこの課題についても対応し、何としても抜け道を塞ぐ抜本的な法改正が必要です。改革の第一の柱は、政治家本人の罰則の強化です。自民党の派閥が組織ぐるみで違法な行為をしていましたが、結局、秘書や会計責任者に責任を押し付けて、政治家が罪を逃れることが繰り返されています。秘書や会計責任者だけでなく、 政治家本人に対して責任を問うことができる仕組みを強化しなければなりません。そこで、国会議員本人にも一定の責任があることを明確にするため、代表者にも収支報告書の記載提出義務を負わせて、共同責任とするようにして、収支報,報告書の不記載や虚偽記入等に故意重過失がある場合は、代表者も処罰することにします。さらに 政治資金の引徳にかかる罰則の強化として、150万円を超える寄付に関する収支報告書等の不記載について、過失による場合の罰則を新設することを考えております。第二の柱は、政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため、ガラス張りの政治を目指して、政治資金の透明性、公開性を高めることです。すべての国会議員関係政治団体、 政党及び政策集団、派閥の政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、オンラインで提出することを義務づけます。総務省、都道府県選挙管理委員会に対し、政治資金収支報告書のインターネットによる公開を義務づけるとともに、総務省において、国会議員に係る公職の候補者ごとに、一元的に閲覧できるようにします。デジタル化を前提に 政治資金収支報告書の公開時期を早めるようにします。検証しやすくするため、政治資金収支報告書の保存期間および会計帳簿等の保存期間を最低限参議院議員の1期をカバーできるように、3年から7年に延長します。第三者によるチェックを強化するため、政党本部および政策研究団体を登録政治資金管理監査人による 外部監査の対象に追加するとともに、今回、政治団体の収入が問題となったことから、支出だけでなく、収入についても外部監査の対象とします。併せて、いわゆる国会事故調を参考に、政治資金問題に関する調査及び政治資金に関する政策提言を行う第三者機関の設置について、検討を進めてまいります。国会議員関係政治団体から 寄付を受けた政治団体の収支報告について公開対象を拡大強化する特例を講じるようにして厳しい支出公開規制の適用を学られていたいわゆるえモテギ方式の抜け道を塞ぎます今回の事件で派閥からの裏金を政策活動費と認識していたとの説明がなされました政治資金規制法は政党から政治家個人への寄付を例外的に認めており政策活動費等の名目で 各党幹部らに支出されています。しかし、最終的な首都の報告義務はなく、表に出ない金になっており、裏金の温床ともいえることから、政治資金の透明性向上を図るため、政策活動費について全面的に禁止します。そのため、政党から公職の候補者、個人に対してされる寄付を禁止するとともに、生産不要の渡し切りの方法による経費支出を禁止することで、 最終的な支出先やその金額が会計帳簿や収支報告書に記載されるようにします。調査研究広報滞在費、いわゆる旧文通費については、使途可能な範囲を明確にするとともに、収支の公開および残余額の返還を図ります。第三の柱は、金の大きさに左右される利益誘導政治からの脱却です。これまでも多額の企業団体献金が、 腐敗や癒着構造の温床となってきました国民のための政策を実行するためには、特定の企業団体によって政治政策決定が歪められることのないようにすべきであり、企業団体献金を禁止します。今回、派閥の政治資金パーティーで集めた金の一部が収支報告書に記載されず、キックバックや各議員のノルマ超過分の中抜きによって裏金化され、参議院選挙の年には、 パーティー券代の全額を報告書に記載せずに、還流していたことが明るみになりました。もともと現行の政治資金規正法は、政治資金パーティーについて、1回20万円まで企業名や金額が公表されないなど、公開基準が年間5万円超えを公開とする寄付より緩く、買った側が政治資金規正法の対象でない個人や企業の場合は、購入側による公開はほとんどなく、 売ったたた側ののの記載するる額がが正確かかどうかの検証もも難ししくさらに現金金でのやり取りとあるため裏金化が容易だと言われてきました会場のキャパシティの数倍にも及ぶパーティー券の販売や無人パーティーの開催など事実上の政治家個人への企業団体献金禁止の迂回路となっているとの指摘もあります政治資金パーティーそのものに関して国民の疑念が高まっていることから政治資金パーティーは オンラインで開催されるものも含め全面禁止とします併せて寄付金控除の適用対象となる公職の範囲のさらなる拡大を検討するとともに個人のする政治活動に関する寄付に係る税額控除の拡充を行い個人献金への移行を促します最後に今国民の皆さんの政治自体への不信感がかつてないほど高まっています 抜け道が残るような小手先の見直しはもはもや許されません与野党の真摯な協議で、政治資金をめぐる諸制度の抜本的な見直しを行い、政治不信の根を断つだけの実効性のある再発防止策を確立しなければなりません。立憲民主党はその先頭に立ち、本気の政治改革を断固実現する決意を申し上げ、意見表明を終わります。